優勝したチームはどこ？駒澤大学が獲得した区間賞は何個？では区間2位は何個？原進監督の立てた大作戦名は何？駒澤大学の総合タイムは大会新記録であった。丸か×か。関東の大学で唯一4年生が出走しなかったのはどこ？4区区間賞を獲得したのは誰？関東以外の大学で最も順位が高かったのはどこ？答えが早稲田大学だったのは何問目？出場した1年生で最も区間順位が良かったのは誰？過去最高順位だった関東の大学はどこ？エントリーされた200人中最も多い出身高校はどこ？